スミノレシティナイターの第53回ダイナミック関東期、今回の6日間の名物シリーズはいよいよラスト。今年のルーキーシリーズ第3戦のナンバーワン決戦の第12レースの優勝戦です。さあゆっくりと出揃って枠なりで1二三の456、穏やかな競争水面上枠なりに並びそうです。1号艇が人気の中心羽野直也、近況好調の今年 V2 スミノエ初 V に大手、2号艇三浦啓太、2場所連続優出の今回スミネ初優出、3号艇の木下翔太は地元4度目の優出で地元初 V になるかとなっていまして1二三、そして4号艇引っ張るでしょうか渡辺翼、今年初優出スミネ初優出、5号艇の白賀優も今年初優出で今回スミネ初優出、そして6号艇で山田優也、今年4度目の優出、今回スミネ連続優出を果たしています。さあ枠なりで3対3に分かれてまいりまして、少し早めに進入体系が固まってまいります。波乱に富んだ今回のヤングバトルを制するのは一体誰になるのか。ダイナミック関東期はいよいよラスト第12レースの優勝戦、12秒進の回転となっています。3対3の枠なりです。さあ進入開始、インコースから1番2番3番4番5番6番で間もなくスタート。3秒2秒1秒、今スタートしていきました。好スタートはスローで、その中でもインコースから1号艇人気の羽野直也が出ていきまして1マーク、まずは逃げる1号艇の羽野、握っていった3号艇、刺して2号艇、4号艇、5号艇、6号艇ですが、バックスレッチャー押し切った。1号艇スミノエ初 V へと向かって羽野直也、優勝戦は人気の中心が先頭だ。そして現在の2番手には3号艇前を絞って木下翔太、人気の両者、後ろ6号艇2号艇、あとは5番4番、なおスタートは正常でした。ラインタンマークは先頭で1号艇の人気の羽野直也、2番手の6号艇を行かせて差し返して3号艇の木下翔太が2番手をキープ。そして3番手争いですが、わずかに6号艇の山田優也上がってきて136でレースは2周目へと入ります。先頭には1号艇の羽野、人気の中心、2番手には3号艇の木下、人気の両者、そして3番手がやや人気を下げていました6号艇の山田優也、バックスへと入ってまいりましたが、先頭1号艇、2番手は3号艇で3番手ですが6号艇の山田優也、上位が1号艇3号艇6号艇、早くもばらける形になっています。先頭と2番手は20メーターほど、その後ろ水が入って6号艇の山田優也、あとは5号艇2号艇、最後方に4号艇となっています。今ラインタンマークを回りますが、先頭で1号艇の羽野直也、通算 V3 へと向かっていまして、そして2番手は3号艇の木下翔太、3番手には6号艇の山田優也、136で最終周回へと入ります。残り600を切っていまして、先頭1号艇の羽野直也、優勝戦人気の中心が冷静にインコースから見事の押し切っています。そして2番手には3号艇地元期待の木下翔太は準優勝、3番手には6号艇の山田優也、最後のバックスレッジへと入ってまいりましたが、上位が1号艇3号艇6号艇で3着穴136で固まってまいりました。これで1号艇の羽野直也ですが、今年2回目、ここ住之江では初優勝、自己通算では3回目の優勝が目前、近況好調、今回住之江初優出初優勝です。さあ今年のルーキーシリーズ第3戦を制するスミノエのヒーローは1号艇の羽野直也、まもなくゴールを迎えます。優勝1号艇羽野ゴールイン、スミノエ初優勝、3番ゴールイン、6番ゴールイン、2番5番ゴールイン、4番がゴールイン。